さくらぽんずです。お願いします。まあ、女芸人なんで、女芸人ライブとかよく出させてもらうんですけど、女芸人ライブの時って楽屋いい匂いなんですよ。まあもちろん男性の人いないからセクサくもないし、でいつも快適なんですね。で、ある日、まあ後半の出番ぐらいだったんですけど、トイレ行って戻ってきたら匂いが変わってて、でもすごく生乾きの匂いがしたんですよ。まあ梅雨時期だからしょうがないかなとは思ってて、でもやっぱ気になるからちょっと窓開けようみたいな、みんなでちょっと生乾きの匂いするね、窓開けようって言って窓開けたりして換気してたら、ついに一人の女の子が、すいません、私生乾きのまま臭いって気づいてたんですけど来ちゃいましたって言って告発してくれたので、あーなんで、全然衣装でしょ、いいよいいよってみんなでフォローしたんですけど、その後の MC の平は一言も会話してくれなかったです。悲しかった。ちゃんちゃん